思考が追いつかない。選挙、桃場め、当主が何だって。ただはっきりしてるのは、会長の学園がこの一族に食い荒らされようとしている。こんなこと許されていいはずがありません。わ、学園の秩序が崩壊してしまいます。そうです、会長、お考え直しを。ううん、仕方ないよ。会長が決めたことなんだし、まあ今更止めても無駄だろうしな。 私の活動を邪魔するならぶっ潰してやるが。面白いじゃねえか。やってやんよ。<笑>まあ夢子よりいい女がいるとは思えねえけど。は？小学生までいんのかよ。話になりません。ユリコ、落ち着きなさい。現状を維持したい。そう思うならあなたが勝てばいい。さやか、あなたもよ。 あなたにもその機会がある。だってこれは全てのものに平等なギャンブルのみによって決まる選挙なのだから。<笑>